始まりました。金木のネギラジ。キャナルシティ編。インキャナルシティ楽屋。前そうだったな。これ貼るのもちょっと怖いんですよね。隣にすごい事務所があって、あんまりこう叫び散らしたりはできないような環境下でのネギラジなの。せっかくこれあるからもう利用しようぜ。これでマスクフルオープンや。いいやろ人。いや、だから声があんま出せない分、このなんていうの、読心術、マウスの動きで聞き取りやすくなる。画面付きで見てる人は。そうだ。そうだ、やっぱこの、しかも声もさ通りづらくなるんですよ、マスク。という画期的な発明。さあ、ということで本日は、何月なんですか ?5 月 ?2 日 ?3 日よ。入ってるそれ。その声量だったら。ゼロや、ゼロ。ミュートや。ミュート、ミュート。口の動きで。いやいやいや、みんな独身術マスターじゃないから、さすがに。手助けになればぐらいのことだから。はい、3日ということで、朝から。KB ラジオさんの方で、そういう意味ですね、冠番組2時間の特番やらせていただきました。それがあるから先週はネギラジオを上げなかったということでいいですね。いやいやいや、というよりかはゴールデンウィークに突入したからまだ広い意味では土曜日が続いてるみたいなっていう甘いな価値観です。価値観です。すごい価値観だ。で今、充電が残り 10% の状態で、取っておりますんで、やばいじゃん。いつ終わるかわからないと。やばいじゃん。いうことでございます。先にコメントだけ読んでくるの。いつ終わってもいいような。そういう理由でいかないでほしいけどな。まあまあ、でもコメント先に読んでみるっていうパターンはいいじゃない。ちょっと読んでみよう。本当にね、後々ね、ラジオの話とか先ほどやってきた。じゃあちょっとコメントの方を返させていただきます。すいませんね、これもし声聞き取りづらいとかだったら、てか2週前ぐらいの放送ちょっと音悪かったっすよね。声張りすぎてボソボソ言ってたね。あのビップルームで撮った時、ビップルームの呪いかもわからん。お前ら程度が使うなという意味でなんかね、ちょっと音悪かった。せっかくの神回やったのに、ね、音が悪くてちょっとね、もったいないことしたなって思ってるところではあります。さあ、前回のコメント5件、5件ありがとうございます。あれ、ちょっと貯めたにもかかわらずちょっと減りましたね。そうですね、やっぱほら前回ほら存在なコメントの読み方したからね。イエローとか言ってで後々取り直したらもう全部作り話のコメント読みました。ありがとうございます。TU さん、じゃあ一回それでやってみようよ。10件来たら取りますっていうコメント10件、12人か12、まあ、ティオスさんがやってくれることを考えたら9、11か。ティオスさんがコメント合わせたら、合わせたらだけ2にカウントしてみる。ティオスさんがの普通のタイムスタンプとノーマルコメントしてくれたら2にカウントしていくから、人数でいうと9人の人がなんか勝手にティオスさんをレギュラーにするスタメンにしちゃってるけど、まあまあまあ、その9人の人がコメントで、そうコメントの内容もやっぱりさ、コメントしましただったらダメ。あ、ダメダメ、ちゃんとなんか感想を、感想をしっかりとした文章で書き連ねて、思いが我々に届いたら一件とする。一件とする。何様やマジで、こんな勝手に取ってあげてるやつをさ、我が物顔でみんなのアドレナリンが感じられない。確かにそういう盛り上げ方もあるかもしれません。ラジオってそういうもんだし、私もそれに関しては同意です。じゃあちょっと一回やってみましょうか。だからこれが下手し最終回の可能性も10件来なかったら、10件来なかったらいつまでも上がらない。よろしくお願いします。次回それでやってみます。いや、150人ぐらい見てるから、で再生回数が 10件いったら、まあちょっとすぐなるべく早急に、劇場で会わない人かでも午前中集まって撮るとかはそれは銭湯やっぱ割に合わんから、そのぐらい自分たちにもやっぱ負荷をかけると。10件もしすぐ行ったとするやん。俺らが守るとするやん。守る。じゃあ
次11件です。なるほどね。でもそれで100とか、まあね、100って言ったら毎日配信だよ。でもそれはやっぱり我々サイドもやっぱ惰性で喋るんじゃなくてコメントを残したくなるようなものを残せなかった場合はもうちゃった。それはそうよ、もちろん。そういうことにはなってくる。まあまあ次回以降のことは次回かな。それを今後打ち止めにするのか継続するのか上乗せするのかは、とりあえず10件で来週しますんで、皆さんコメントお待ちしております。いやちょっととりあえずね、RKB ラジオ、会議のおはようございます、聞いてくださった方ありがとうございました。いや神回でしたね。神回だったんですか。ラジオの裏話をちょっとラジオでしちゃいます。オープニングのおはようございます、カネギの松尾亮です、そしてみたいな感じでやっぱ始まるじゃない、最初だから、俺ね、ギリギリまでちょっと迷ってた。朝ごはんはパン派、あ、そうです、そしてとか、なんか言ってサワーを追い込んでやろうみたいな、ちょっと考えてた。それもし来てたらどうしてた。無視して勝手に自分の用意したやつ言ってた。それ言ってた。あー、同じやつ。ご飯派ですとかやってくれんかった。結果的になんか俺普通に言ってさ、そしたらなんか自分でなんか用意したえアドリブなみたいなやつを発表してたじゃん。だとしたらやっぱぐちゃぐちゃになってでも俺が無理やり無茶振りした方が良かったかなって思うね。裏話というか反省会。反省してるね。反省してる。いやでもね、本当に大喜利皆さん面白い。どうかね、本当皆さんのおかげで。ちょ待って、お前手遊びしながら喋るね。皆さんのおかげで。いつもほら。いつも違う場所だから。落ち着かない。いやいや、我慢してほしい。そう、話せてから。そう、まあ、手に届かないと思うけど。で、漫才をね、最後させていただいたんですけど。いや、名作やね。あれは、もう本当やるんじゃない、寄席とかで。いや、全然できへんの。そのマルシー撮るの忘れたね。これはもう我々のネタですからとか言えばよかったな。そしたらいつでも使ってよかったやん。それを曖昧にしたまま終わらせてしまったから、どうなってるんやろ、あれの著作権は。もうそれぞれのリスナーさんのボケっていうことか。でも俺めっちゃよかったの、企画として。企画としてよかったの、やっぱり俺があの企画を打ち合わせで持っていった時ちょっときょとんとしてたけど、実際やり終わって漫才し終わった瞬間やっぱあ、なるほど、相方松尾亮にはこの景色が見えてたんだって思った。完成したね、普通に。いやだからこの景色が見えた上で、あ、だからあの時言ってた企画、あの時俺は正直その何を言ってんだこいつはと思ったけども、終わるまでずっとそう思ってたよ。そう思ってたけども放送中もそう思ってたけども漫才出来上がってやってどうもありがとうございましたの瞬間にもう参りましたと。参りました、ね、恐れ入ったよと思ったってことね。あ、いいよね、あの黒板の前に書かれてるからさ、やれるよね。なんならマジで普段の寄せよりテンポ良かった。次のことが書いてある。そうそう、初めてやるネタなので。でも ああいうやり方やったら本当できそうよね、毎回毎回。あれはもうさ、本当にさ、2時間のラジオ毎回やっちゃうとか、でもいいよくない？いや、マジ、やりやすいかもしれない。マジよくない？で、その、だいぶ鍛えられるくない？あれ。確かに。ある程度さ、ボケはまあ、書いてあるけども、その、箇条書きを脳内で言葉作ってつなげていくみたいな作業。なんか脳トレというかさ、結構鍛えられそうやなと。リアクションの感情だけで表現する。動きとかはまあ。私も、漫才トレーニングとして有効かもしれない。ちょっとなんか、いや、やってくれんかな、本当に。どこで？ラジオで。あ、ラジオで。うん。ああいうの。やってくれんかね。で、もうボケを考えるという作業が、やっぱネタ作る上で一番つまずくところなんだよ。そうか、そう。一人たぶん。そうそうそう。だから、そのネタを自分のわが物にするかって言われたらそうじゃないんだけれども、その先の訓練。確かに。その、なんていう、スキル的な意味。そうね、そのもう能力が大きいやつだから、ボケ、脳みそはもう自分の脳みそを使うしかないから、そこはもう必死にやるんだけれども、その先のことをさ、ああいう感じで強制的にやらせてくれるっていうのは非常に素晴らしい。脳
オールカップはするね。オールカップしそうだね。しかも生放送っていうベース高い、緊張感のベースが確かに。やっぱその2人でやる、勝手にやるのとはわけ違う。まあまあそうね。目の前で、目の前にお客さんがいないっていうちょっと謎のリラックス感も、まあそうね、ちょうどいい塩梅でこうずっと綱渡りできるってさ、はいはい、やっぱね、だから1個思うんやけど、ラジオって最高なんや。だからやっぱラジオは最高なんだ。だから本当にラジオの仕事は全部俺に任せろと言いたい。本当にラジオは全部やらせてください。本当に大好きなの僕、マジで。本当に悔しいよね、他の人がラジオやってる。例えば誰やいっぱいいっぱいいるよ、もうマジで。そうか、いっぱいおるよ。まあでもね、本当にアルケビさんもそうですし、FM 福岡さんもね、ずっとやらせてもらってますから、ありがたいですけどね、それだけで。十分、十分、あれ以上いや、だからね、でもああいうの深夜とかでやれたら最高じゃない。そう、深夜の方がいいよ。深夜の方がいい。深夜クルーあれ。深夜の方、やっぱその朝だったから来たのかもあるかもしれない。やっぱね、その大喜利を送りたいとか思う人はやっぱ深夜の方が起きてるし。ああ。いつはきついでしょ、でも週末があったらいいけど。なんかもう福岡に住むその高校生ぐらいの大喜利で悶々とした子たちよ、男子高校生。いやそんな男子高校生。大喜利やってるやつらなんて。いや。いるって言って、今、あ、でも時代的にどうなんだろうとか考えるけどさ、やってなかったもん、俺は。でも私はやっぱ深夜ラジオにメールとか出してましたよ。全然読まれなかったけど、それで悶々としてたの。やっぱそういう子たちの、もう本当に入門編としてやりたい。ある程度読みますけど、そんなだけの高くないですうちはっていう感じでさ、もっと深夜3時5時ぐらいでやらせてほしいよな。3時5時生放送でさ、朝じゃん。でもオールナイトニッポンゼロとかその時間の3時5時だから。そうよ、だからマジラブさんとか3時5時よ。そうっけ。1時3時とかのことだ。1時3時はオールナイトニッポンだから。ああ、ゼロね。ゼロ、そう、次ね、2部、はいはいはい、だからそうだね、まあそうだね。 ABC さんにしても RKB さんにしても、まあその時間はその時間の全国ネットがあるわけやもんね。あ、トランジット羨ましい。12時1時だぜ、月曜の。あれ何してんの。あれはまあ聞いてない。聞いてない。普通にそのハイスクウィッシュの枠ではあるけども、普通に雑談とかする。そう、もう普通にエピソードトークみたいな。学校時代の。いやいや、とも限らず。だから本当羨ましい。本当ただコンビでラジオやってるだけだもんな。マジで羨ましいよ、本当に。めちゃくちゃ羨ましい。いや、厳しいの。やろさん。もう本当、数少ない知り合いの社員さんの名前言うな、恥ずかしい。流れ玉もいいとか、聞いてないやろ、絶対に見てないから、平野さん。流れ玉すぎる。やめろ、おかしいか、お前。単独ライブなの来ていただいて、ありがとうございました。まだお礼も言えて、あ、まだ会ってない。会ってないから。俺、お会いしたから、直接言えましたけど。あ、そうなんですか。大迫さんにもちゃんと。ああ、そうです。冬だからさ。ありましたね、いろいろあったり。だから皆さん、本当に。いや、でも本当にありがとうございます。本当に、このね、ゴールデンウィーク。ありがとう。このキャナルシティもそうですよね。はい。キャナルシティ博多の方でも MC をやらせていただいて、今日、明日までいますから。明日って言っても、今日上げてなかったら、明後日もう、今日は上げるんじゃない、さすがに。俺、今日は上げると思うよ。上げますか。で、充電、隣にそういえばコンビニあるからさ、なんかモバイルバッテリーみたいなのあるやん、QR コードで借りれる、うん、あれで充電しながら、もう一丁上がるよ、ボタンポンと押せば。もしもあと50分ぐらいあるから、あ、もうどうぞ、次の出番までにはもうアップロードできてるから。そうですか。そうですよ、ラッキーラッキー。ただね、他の太宰、カーネギー、太宰、サトシ、ロリモンっていう順番だったじゃん、うん、RKB さん特番が、うん、ダザイ以降聞けてないのはちょっと悔しくない。ダザイ以降全部7時間半ぶっ続けて聞いた上で、もう俺らが一番盛り上がったっしょって言ってみたいんやけどさ、聞いてないからいかんせん何とも言えんの。さっきちょろっと YouTube 見たけど、ロリモンがやってて、かっちゃんがずっとかしくった。見た。かしくった。かしくった。かっちゃん。お菓子じゃなくて。かしくった。かしくった。かしくった。
ってなんかさ、熊本弁なんかな。カシって言うやろでも。いや、熊本時代は俺よう聞いてた、カシってみんな言ってた。カシ食うでもなんか外出てから俺あんま聞かなくなったよ、カシって10円のかば焼き食うみたいなの。はい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 。ってのはわあ気になるな、ロリモンとか野菜もどんなやつしたんかな。それでだけでもそう、もうバタバタだったんですよ。そのまた来週じゃないか、さようならって言った瞬間にもうさ、こっち来たからさ、タクシー乗り込んで、うん、そうね、何もできずじまいよ、ね、何も。あ、でもそういえばそのラジオの終わり滑り込みでさ、ネギモリチャンネルの告知してたじゃん。で、俺登録者確認したの。プラファイゼロ微動だにしてなかった。おいなんか多分このチャンネルの1000人ってさ、多分セメントかなんかで固められてる。そうよね、もうそれ以降いくかしない。たまに増えたかと思ったら減ったりとか、減ったとまた増えたりとか、ずっと長寿すごいよね。こんな線で止まるから、線1を見てないもん、本当に。本当に久しく見てないもん。うん、見てない。いや、だから今後企画動画、衣装買いに行く増編、うん、第1話、あ、第1話って言っちゃったらネタバレになるか。まあまあしょうがない、ね、もう第1話って書こう、サムネイル。第1話上がりますから、ぜひともそちらの方見ていただいて、楽しんでいただいて。なんか衣装探し系 YouTuber がいる。何やそれ、どういう衣装探し漫才師系 YouTuber がいるらしいぞ。全国のアパレルをカッポしてるらしいぞみたいな、そういうバズり方もな、あるもしかしたらあるかもしれないけど。が足りんで、そしたらもういつの間にかもう向こうからこう、ハリーさんどうですかこの衣装、企業案件。うわ、めちゃくちゃ嫌っていう可能性もあるから。めちゃくちゃ嫌。頑張っていこうそれは。あの衣装探し系でしばらくね、動画をね、どうでしたか、あなたから何か言うことはないですか。見つけました、俺。え、僕にそっくりな人見つけました。すごい、これ僕にそっくりだよ。ちゃんと刈り上げてる。七福神的にこう乗ったデスタイネよ。お前あんまネギラジの時にカメラを、お前俺映ってねえ画角が。自分も頭ぴょこやねん、こんな。あんま動かすなって、こうラジオでやってんだから、その映像なしでもこう楽しめるような。ああ、最初からこの画角にしときゃよかったな。これがベストやったわ。いや、ということで今週もありがとうございました。今週起きたこととか何も喋れてないよね、ちょっと間開けた割には。まあ、ゴールデンウィーク始まってライブ出させていただいてっていう感じですよね。劇場だよね。で、明日まで来たので、明後日は劇場だ、木曜日。金曜日は5、6、金曜劇場、5、6劇場、7なくて8やった。あ、え、土曜がないの。そう、そうなの。あれ、意外だな。土曜がめちゃ暇ってこと。じゃあ確かなかったな。まあ、その辺ちょっと不確かな情報なんで、皆さん劇場の方にも足を運んでいただきたいなと思います。ということで今週はちょっと小声でのお送りになりましたけど、元気がないわけじゃない、周りに配慮した放送になりました。ということで皆さん、今週もありがとうございました。また実験、あ、そう、来ましたら、コメント実験来たらあります。いつ会えるだろうね。でもこれ複数のアカウントでみたいな可能性もある。名前変えて